はい、今日はですね、4月25日の今午後2時40分ぐらいなんですけど、今年の1月とかに未生で撒いて、育ててるブラックサボテンの苗ですね、見せたいと思います。まずこちらの鉢と、こちらの鉢に小さいポットで植えてまして、全部で今、10株あります。5粒が沖縄から来たもので、残りの5粒が京都から来たものです。ただ京都から来たって言っても、その人もなんか誰かから種を買ったらしいので、京都産っていうわけではないと思います。で、一応10株なんですけど、発芽するときに私が誤って首を折ってしまったのが1株あって、軸しかありません。一応なんか脇芽が生えてくることを期待してこのまま育ててるんですけど、まあ、これも含めて10なので、まあ実質今葉っぱとかあってちゃんとした株なのは、まあ、9ですね。で、ちょっとね、ポッと出すとわかるんですけど、なんだろう。これは違う名前がついてる。まあ、なんか K っていうね、ラベルつけてるやつが京都からもらったやつで、残りがね、ラベルないんですけど、沖縄から来たやつです。で、今こんな感じになってます。大きさはね、だいたいま、地上十何センチかな、12、3センチぐらいかなと思います。で、見ての通り軸がだんだん、茶色くなってきて、もう全然枯れてるとかじゃないと思うんですけど、ブラックサポテの特徴だと思いますけど、最初生えてきた時は、なんだろう、黄緑と茶色のなんか混ざったような色だったんですけど、こういう風に、軸が、なんだろうね、ポッキーみたいな感じで黒くなって、なんかちょっと細いですよね。で、下の方が割と、なんだろう、生えてきた時のような食感質感で、太めで色が淡いです。まあ、だんだんでも黒くなってますね。っていう感じで、今、合計、まあ、9、8あります。で、紹介したいのがあって、これなんですけど、まあ、なんかね、家族がね、見つけたんですけど、麩が入ってますね。これ多分、双葉だったと思うんですけど、まあ、最初の双葉にだけ、片方ね、麩が入ってて、あ、もう片方も入ってるね。これ、ここにも入ってました。双葉ですね。麩が入ってます。で、その後出てきた葉っぱは、普通になんか、他のと変わらないので、ここだけなんですけど、まあなんか珍しいかなと思って一応、撮影しておきます。あとね、どの株だったかな？なんか、あ、それがさっきのだな。これこれ。撮影しながらちょっと喋ってて気がつかなかったんですけど、これがなんかね、さっきラベル見せたんですけど、この金魚葉っていうんですか？なんかね、その金魚のおひれみたいにひらひらっとこう、葉っぱがなんか、フレアみたいになるの、そういう現象を言うらしいんですよ。で、ほとんどの植物は、なんか、椿で見られる現象らしくて、これがね、その金魚葉っていうものじゃないかなっていう話で、まあ、要は、ちょっとね、珍しい株が、まあ、さっきの斑入りと、この金魚葉ね、二つあるっていう感じです。ブラックサポテのね、金魚葉。こんな感じです。